ロマノス2世、939年から963年3月15日は、東ローマ帝国マケドニア王朝の皇帝。父は、コンスタンティノス7世、母は、ロマノス1世レカペノスの娘エレネ。959年、当コンスタンティノス7世の死により後を継いで即位する。行政面においては、 父時代からの重臣である観岸のヨセフ・ブリンガスやテオドロス・デカポロティスを徴用して帝国政治の整備を行った。軍事面においては名称にケフォロス・ホカス2軍を預けてイスラーム勢力からクレタ島を奪回し帝国領を東方に大きく拡大することに成功した。ところが963年、狩猟に出かけて事故に遭い、在位わずか4年で死去した。 復活祭の最中だというのに道もない山奥へ出かけ、落馬して命を落としたと伝えられている。後には、絶世の美女として知られた皇后のテオファの5歳のバシレオスと3歳のコンスタンティノスの2人の巫女、王女アンナが残された。ロマノスを支えてきた宦官,官のブリンガスと将軍のニケフォロスは、どちらが幼い皇帝の摂生として実権を握るかをめぐって争ったが、 結局軍と首都市民の支持を受けたニケ・ォロスが、ブリンガス派との首都市街戦に勝利し、テオファの皇后と結婚して定位についた。なお、ヨハネス・スキュリツェスの年代記によると、次男、コンスタンティノス付きの寝室管理官に、ロマノスの母方王子で宦官のバシレイオス・レカペヌスが、就任しており、ヨセフ・ブリンガスと嫌悪であった。美男であったが政治にも軍事にも関心がなく、 祖祖父バシレオス一世のような勇敢さも、祖父のレオオン六世や父コンスタンティノス七世のような、学森への興味も持っていなかった。宴会が大好きでかりと、ポロに明け暮れていたため、自ら国事を司さどることはなく、すべて進化に任せきりであった。ヨハネススキュリテスの年代記によると、父のコンスタンティノス七世よりも低いものの、背が高い部類であり、礼儀正しく、 物腰が柔らかで、聡明、理髪で頭の回転も早かったものの、側近らが無能な怠け者に仕立て上げたとしている。頻繁に娼婦や不死だらな女たち、役者や喜劇役者などといった、軽薄な者たちと付き合っていたと記している。ありがとうございます。